はい、どうもぬい散歩でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで、本日はですね、先月9月ですかね、発売されました今テニス界で最も話題のラケット、バボラットから発売の新ピュアドライブのインプレッションをやっていきたいと思います。まあピュアドラといえば非常に人気が高いラケットとなっておりますが、この初代ピュアドラが出た時はほんまに見渡す限りピュアドラばっかの時代がありました。そんな中、僕は時代の流れに流されない本格派ラケットメーカーのスリクソンを使ってですね、ほんまこいつら格好だけやんとか思いながらね、ピュアドラ相手に延々しこり続けてたのを思い出しますね。ですので私個人的な感情でピュアドラ使ってるやつは全員パリピと思ってて、まあチェンジコートの時に背中に鼻くそつけたろうかと思うぐらいね、なんか偏見があるんです。まあね、そんなことは置いといて、今なお根強いピュアドラ人気はあるものの、個人的にここ 2,3 モデルくらいあたりを出せていなかった感もあると思います。ですので一時よりは確実にユーザー数も減ってきてて、さらには最近ダンロップから独立してね、バボラジャパンとして運営といいますか展開していくことになってからのピュアドラ第一弾ですから、まあガチで本気だと思うんですよ。まあ、今日はね、そんな本気の新ピュアドライブをインプレしていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。そして面白かったら高評価&チャンネル登録もお願いいたします。というわけで本編どうぞ。はい、それではね、早速やっていきたいと思いますが、まずはピュアドラのステータス的なものから紹介していきたいと思います。フェイスサイズは100インチ、重さは 300g、ストリングパターンは 16×19 の黄金スペックです。で、バランスは 320mm と、これまで僕がインプレしてきたラケットに比べると若干トップヘビーですね。確かに持った感じ重いなっていう印象はありました。今はね、現時点ではこのスペックしか出てないんかな。軽いやつとかは今後順次出てくるっていうことですね。はい、ピュアドラって、まあ反発系ラケットの最たるものって感じなんですけど、反発系のラケットと聞くと非常に柔らかそうなイメージを抱く方も多くいると思いますが、実はピュアドラってめちゃめちゃ硬いラケットなんですね。もしね、機会あったらご自身が持っているラケットと、ピュアドラを重ねて、三角のスロート部分っていうんですか、そこをラケットとラケットを、重ね合わせてね、ひっつけようとしてみてください。だいたいご自身が持っているラケットの方がしなると思います。全然ねピュアドラしならないんで、それぐらいピュアドラって硬いラケットなんですよ。だから、まあ、高反発を実現できるというか、まあ、もちろんその他にも要素はあるんですけど、まあ、細かいことはあんま分からんのですけど、硬いっていうことも、まあ、その高反発を実現できる大きな要素かなと思います。で、実際ストロークしてみてまず感じたことは、同じ形してるラケットで同じように打ってんのにここまで威力変わるかってぐらい反発力がえぐいです。今までのピュアドラだと確かに反発力が高いことは感じるんですけど、ここまでは感じませんでしたし、まあ、打球感も今までならパーンって軽い感じの当たりやったんですけど、まあ、ボンっていうね、少し重い感じの当たりに変わった気がします。ちょっと音では分かんないですけどね、最後の方で試合のハイライト見ていただくんですけど、明らかに僕のプレースタイルも変わってると思いますんで、ぜひね参考に見てみてください。このラケットに関しては、まあ、ある程度のね情報をネットで仕入れて喋ってるわけなんですけど、他の方が言うほどスピンががっつりかかるとは思いませんでした。反発力がありすぎてスピン性能が見えてこないっていうのがほんまの話なんかもしれないですけど、まあ、スピンをかけたいから変えるラケットではないですね。やっぱりね、威力のあるボールが打ちたいっていう人が選ぶラケットなんですけど、まあ一つこのピュアドラを選ぶ人のポイントがあって、力のない人が威力を求めて選ぶラケットではなくて、あくまでもある程度力があってよりパワーショットを打ちたいって人用かなって思います。まあ一口にね反発力って言ってもいろいろあって、まあ、全然力ない人に反発力を生み出すっていうラケットもありますし、このピュアドラみたいに、まあパワーアシストっていう位置づけのラケットも、あると思うんですね。だからって言うてね、力がない人が絶対に扱えないかって言われるとそうでもないんで、みんな一応気になってる人はね、試打してみてください。はい、続いてねボレーを見ていただきます。ボレーはね、結構すっぽ抜けたりしますね。しっかり面作れる人にとっては反発力もあって、まあ、いい感じになると思うんですけど、面作りがねどうしても不安定な人とかは、まあ、作った面でそのまま飛んでいくんでアウトとかが増えることもあるんちゃうかなって思います。はい、
あの僕的にはね反発力あってちょっとスイートスポット外してもわりかし飛んでいってくれるので楽かなと思いましたけどね。あとはねラケットもしっかりしてるし反発力が高いんでパワー負けとかもないかなと思います。ただまああのお察しの通りヘッドも若干重いですしボレーが使うラケットではないことはまあ間違いないですね。はい、続いてねサーブに関してはマジで威力上がります。これあの軽めに振ってるんですけどかなりサーブ走ってファーストはねほぼ一撃必殺になりました。ただボールの軌道コントロールが難しくて僕的には確率の点で、安定感がいまいちかなって思いましたね。まあ、これも僕の主観ですからスピンサーブメインにされてる方とかなら、まあ、そんなに気にならないかもしれないです。まあ、それでもねある程度この反発力になれば必要かもしれません。僕もねこのラケット使って試合したんですけど序盤ダブルフォルトを連発しましたね。いつもねワイドのサーブはスライスサーブで切ってたんですけどこのラケット使ってたらワイドサーブフラットで勝ち込みに行ってもポイント十分取れますね。それではね最後に試合のクリップを見ていただいて終わりにさせていただきたいと思います。とにかくねこのラケットを使うといい意味でも悪い意味でもボールが走ってしまうので攻撃的なプレイヤーになったってまあ錯覚に陥る感じがします。なんて言うんでしょうね、あのペースマネージメントが難しいというかあの守るべきところでも無理に攻撃してしまったりだとか全てねちょっとラケットのせいにしてるように聞こえると思いますけどもちろんそれは自分に問題があるんですけどね。しかしながら比較的冷静なタイプの僕でも結構イケイケになってしまうあたり、まあ、ドラッグ的なラケットかもしれませんね。まああとはね、特にフォアがめちゃくちゃボール走ってくれるんで本来僕そんなにフォア得意じゃないんですけど、まあ、こんな感じでね回り込んでフォアでチャンス作っていくっていうイメージができましたね。ただまあね、まあ、そういう副作用もあってか、まあ、このポイント見てもらったら分かると思うんですけど結構ラリーつながってる中でなんて言うんでしょうね結構フォアに頼りすぎて無理に攻撃を仕掛けていく、まあ、そういう場面も見られたのでねここの場面ですね。これフォアのミスこういうミスも結構目立ちましたね。それではそろそろねお別れの時間になりましたんでまとめさせていただきたいと思います。今回のペアドライブ過去のモデルに比べてもかなり反発性攻撃性にステータス振ってるラケットかなって感じがしました。まあ、僕がねこのラケット使えって言われたら多少プレイスタイル的に不安な部分はありますが、まあ、攻撃性といいますか積極性を助長してくれるラケットではあるなと思います。そして僕がこのラケットをおすすめできる方っていうのはある程度パワーのある方、どちらかというとパワーがない方はあんまりおすすめしません。でもねあの非常に面白いラケットではあるかと思いますんでまだ一度も試打してないという方はぜひ試打してみて、この半端ないパワーアシスト感を感じてみてください。ただねちょっと使ってボールも飛ぶしええやんって思って選ぶのはこのラケット非常に危険です。あの飛びすぎとか例えばあの振り遅れとかね副作用もある程度あるラケットかなと思いますんで高い買い物なんでね慎重に考えて買い替えてください。というわけでね今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。あのこの動画ためになった面白かったと思う方はぜひね高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおつさんぽバイバイ。